透水性舗装の実証実験の様子。上からかけた水がアスファルトの隙間を通って滴たり落ちている。透水性舗装は道路路面に降った雨水を舗装内の隙間から地中へ還元する機能を持った舗装構造である。本項目では類似する性格を持つ機能性舗装である排水性舗装についても記す。通常、舗装材料に用いられるアスファルトやコンクリートはその 耐久性の観点から空撃率が小さく密みな材料ほど良質とされていることもあり、基本的にはほとんど水を通さない。しかし、あえて空撃を与え、水を通しやすい構造とすることで雨水を舗装面に溜めず、地下に浸透させることで水たまりをなくすことを目的としたものが透水性舗装である。アスファルト舗装の場合、荒骨材の割合を高めるとともに、 粒度にギャップを持たせることで空隙率を高くした海流度アスファルト混合物を使う。これによりアスファルト舗装側は起こし状の多孔質構造となり透水性を持たせることができる。この時通常のアスファルト混合物のようにストレートアスファルトを用いることもあるが高い空隙率のために低下した耐久性を補うため粘度の高い海質アスファルトを使用することも多い。 アスファルト舗装以外では、インターロッキングブロック舗装も透水性を持つ。透水性舗装は雨水を地下に浸透させることを目的とするが、この場合は、路床や路盤も透水性を持つことが前提となるため、路盤に透水性の高い材料を用い、場合によっては、路床と路盤の間に透水性を高めるためのフィルター層を挟む必要がある。しかし透水性の高さと支持力が、 相反することから、一般的には車道には不向きである。このため、車道では、透水性舗装を表層のみに使い、基層を通常の透水性のない舗装材料として舗装内で、雨水を舗装内に仕込んだ、排水口、または暗渠へ処理する構造としていることが一般的である。これが、排水性舗装である。排水性のアスファルト舗装の場合、 空撃率を20%程度とするとともに、アスファルトをポリマー解質アスファルト一型を用いた、ポーラスアスファルト混合物を通常使う。舗装表面が多孔質であることが前提となるため、排水性舗装と透水性舗装を統合して、ポーラス舗装と表現することもある。ネクスコでは、高速道路に用いた排水性舗装を高機能舗装、I 型と称している。 ありがとうございます。